実装委員は東京都世田谷区鶴巻にある総統州の寺院。正名は鶴松山実装委員。世田谷・キ良氏との関係が深く、回帰とされる、キ良氏友の法号を実装委員とその夫人の法号で、ある鶴松委員から事号が付けられている。キ良氏の菩提寺である勝光委員の松寺。新館とした境内は鶴巻実のる委員界隈として、世田谷百景に指定されている。 実装委員は天栄林立大王将により創建。会期は、キラ氏ジ友、またはその子来宮と言われている。1590年主家の小田原北条氏の滅亡により、キラ家は下宇佐に逃れたが、徳川家康の江戸入府後に、キラ氏ジ友は世田谷に戻り、実装委員で隠居したとされる。寺名は、ウジ友の法名実相院前位な三元大寺より、 3号は、夫人の法名鶴松院海窓樹形大師による、徳川家光より1648年に十国の主院上を配慮されている。ただし、1868年に段下数の減少のため主院地を返上した。明治初期には、勝光院と合併の話が出て廃寺になる寸前に至ったが、住職はじめ段下の努力により持ちこたえることができた。 明治40年代に、実装院住職の佐々木義信により、旧江原郡西部の中学卒業者で43回が結成される。1957年に本堂が改築される。ありがとうございます。